寝る前3分集中講義。はい、ということで始まりました寝る前3分集中講義、かきたまチャンネルの赤様ゆうしんです。本日11月7日木曜日、皆さんいかがお過ごしですか？さっきまでね、激辛じゃがりこを食べてて、なんでね動画を撮る前に食べちゃったんだって今めちゃくちゃ後悔してます。口の中がねヒリヒリしてる中、今回も、3分ぐらいにはしたい動画よろしくお願いします。今日はですね、まあこの動画を見ている人の半分以上は関係ない話かもしれないんですけど、奨学金ってご存知ですかね。日本だと日本の奨学金支援機構JASSOっていう、ね、組織があるんですけど、奨学金っていうのはまあ主に高校生が大学生になる時とかにもらうお金のことなんですよね。その、生活費に当てたりとか、授業料に当てたりとかするね、お金。で、奨学金にはまあ、たくさんつうかまあ、主に3種類かな。3種類あって、まずは給付型奨学金。給付だからもらえる。もらって、後から返さなくてもいい奨学金。で、貸与型奨学金が2種。第1種と第2種という2種類あって、第1種は、まあ、利子がない。第2種が利子がある。だけど、この、貸与型の奨学金っていうのは、返すのは、この、もらってる人が大学を卒業して、こうね、社会に出て働き始めてから返すっていうね、システムなんだけど、でもさ、おかしくない？ちょっとよく考えてみて。奨学金っていうのは、本来、返さなくていいものなの。なのに、こうなんか、だからつまり、奨学金っていう名前をしてるけど、借金してるってことなんだよ。まあ、この問題はね、考えたことある人多いと思うんですけど、電車来てない？まあいいですよ。電車も来ちゃってますけど、まあ、そこまではみんなで考えたことあると思うんですよね。だけど、なんかやっぱ日本にいる以上、奨学金っていうのはまあ、給付型を除いて、基本的にまあ、借りて、生活が苦しい場合借りて、それを、大学生の間使わせていただいて、働き始めてから返すもの。しかも、利子もついたりなんかもね、して、まあ、本来返すものっていうなんかさ、気持ちにどうしてもなっちゃうけど、じゃあ少し視野を広げてみて、海外の奨学金システムってどうなってるのかなっていうんですね。ちょっと私調べました。今日ね、なんかね、無償にね、この気になったんですよね、奨学金システムが。するとですね、2016年のネイバーまとめ、ネイバーのね、まとめ記事に、すっごいね、データが出てて、まず日本では、給付奨学金、この、もらうだけで返さなくていい奨学金と、貸与奨学金もらって、大人になって返さなきゃいけない奨学金の割合っていうのが、なんと、給付型奨学金、もう純粋な本当の意味での奨学金の割合は、なんと 0.6% らしいのよ。まあ、つまり、99.4% が貸与型奨学金、借金なんだよね。で、これに対してアメリカ合衆国はその逆で、0.6% のみが借金。他の 99.4% は、この、もらえるタイプ。もらって返さなくていいやつなんだよね。そしてなんと、イタリアではですね、ほぼ100% が、もらえるタイプの奨学金なんだよ。で、ドイツも、8割近く。フィンランドも 100%、フランスも 100% もらえる。スウェーデンも、意外と押してるな。スウェーデン押してるけど、まあ、7割ぐらいが貸与型で、3割ぐらいが給付型。オーストラリアも、そんぐらいかな。3.5 割ぐらいが、給付型。7割、6割、6.5 分か。6.5 分ぐらいが、貸与。で、そう考えたときに、日本って、めちゃめちゃ借金させるじゃんって思うんですよね。で、まあ、ここだけの話、まあ、世界配信ですけど、ここだけの話、私は実は、給付型の奨学金を、いただいてます。毎月ですね。まあ、いくらかいただいてるんですけど、この給付型奨学金で私が、選ばれたのは、高校3年生の冬なんですけど、この、私が奨学金、外すごい音してんな。私が奨学金をもらうまでに、めちゃ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 長い手続きと、すっごく厳しい条件があるの。だから、やっぱね、国はね、ただでは金くれないんだなって思いましたね。私ぐらいね、この、生活が困難というか、難しいよっていう人はね、たくさんいます。だけど、その中でもさらに厳選して、この、人絞りの人にしか金をくれない。しかも、あんまり多くない。っていうのがね、日本の現実かなって思いましたね。頭いい国じゃないけどさ、その日本のさ、その科学技術とかさ、やっぱ理系の人が今少ないっていうしさ、その勉強をさせたいならさ、やっぱりさ、それなりの支援をさ、していくべきなんじゃないかなとね、私は思いますね。まあ、日本のね、政党の中では一部、その、
大学の奨学金をみんなにあげちゃうよとかね、この対応型奨学金をなくしたいよとかね、その授業料無償化とかね、そういうことを歌ってる人もいますけど、まあ、トップが変わらなくっちゃね、難しいのかなと思いますね。そのトップを決めるのがまあ選挙なんでね、皆さん選挙権がある方はね、ぜひ選挙に行きましょう。ということで、奨学金をね、借りたりとか、その自治体によってね、様々な、その、お金をくれたりとかね、する支援制度ありますけど、そういうのをね、うまく活用していきながら、でもね、そういうのに流されすぎて、なんかちょっと損するのは嫌じゃん。だからね、お父さんとかお母さんに、そのお金のことをね、任せるんじゃなくて、自分でもね、そういうことね、調べていくと、いいんじゃないかなと、社会勉強になるもんね、感じだった。社会勉強にもなってね、いいんじゃないかなと思います。ということで、本日の、エルマ3分集中講義はここまで。たまチャンネルの赤妻ゆうしんでした。たったー。